こんにちは、フルーティストの立花正和です。今回は前回に引き続き、8月に行われました日本フルートコンベンションのダイジェストをお送りしたいと思います。では早速参りましょう。どうぞ。冷たい。ここは浜松のお茶ですので、自分ちょっとお茶作りさせてもらっています。茶摘みとかされてる？茶摘みもしますよ。もしこれ写真が、これお店ですけど、こういう茶畑ね、やったり、そう。あと新芽の天ぷらとかもね、そういうのとかもやったりします。組み立てができるようになってます。お茶色、お茶色、いい。そういうことか。茶色、お茶色、お茶色。ついてみた。ついてみていただいて全然大丈夫です。何？ちょっと進みつくな4つぐらい来る正直に。全部おすすめ。ヘインズの？ヘインズです。ヘインズの 19.5。 じゃあこれ逆だった。こっちです。こう 19.5 って書いてある。すごい重い。重いじゃないですか。14金、はい、オール14金。うわすごい。すごい。いやもうこれはザ金って感じですね。ザ金、ね。まもなく本番でーす。本番でーす。頑張ります。はい、いかがだったでしょうか。今日の動画はここまでとなります。続きはですね、また次の動画で紹介していきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。毎週金曜日発行のメルマガでは YouTube 動画を先行公開しています。また有料会員だけが視聴できる特典映像も掲載しているので、興味のある方は動画説明欄のリンクから詳細をご覧ください。Twitter や Facebook、LINE アットのフォローもぜひお願いいたします。たくさんの登録お待ちしております。え、戻ってんの？